毎日目にするものほど、盲点といいますか、気がつかないものなんだなっていうのに気づいたきっかけは、先日 の、 あのお財布の断捨離の時に、割と毎日自分では整理整頓、あのしていたつもりだったんですけど、いざあの本腰を入れてやってみたら、カードが50枚出てきて、50枚あの50ちゃんとこう差し入れお財布に50枚入ってたの。そうなんです。その収納自体結構 あ、ある財布で、あのまさかそんなにと思ったんですけど、ちゃんと数えたら出てきちゃって、愕然とします。で50枚のこうカードをその時その場で使うって。使わないです。ね、大変でしたよね。はい、断捨離ました。そう、あの日常ね、毎日目にしてるね、それこそ押し入れに隠しちゃって飛び出てたのはね、もう忘れていくっていうのは分かるんだけど、目の前にあっても私たちは意識しないっていうのはね、結構あるんですよね。それは本当に日常品の類でね、ありますね。素敵な体験だ、ね、ありがとうございます。はい、ですね、私はあの物が堆積して困っていたというより、あの精神的なことを断捨離したくて、あのちょっと思い詰めていたところがあって始めて、で最初に聞いたのが、優越感、劣等感の断捨離っていうのを聞いたんですけど、で、あ、じゃあこれは本格的に始めようと思った次の回がダイエットで、ダイエットしたくないんだけどってちょっとがっかりというか、こういうのじゃなくてもうちょっとなんかこう精神的なと思ったんですけど、それをよくよく聞いたら、自分にいいものと悪いもので二分割するんじゃなくて、自分にとっていいものはあのいわゆるジャンクフードでもいいものになることもあるしというような内容で、ああ断捨離ってどういうことにでも断捨離が使えるんだ。そう、ダイエットにも高い精神性があったでしょ。私が言うかみたいな。太ってないじゃないんだなっていう断捨離に奥があるっていうのを感じたのと、その時にあの食べてたものというか、人の受け売りだったんですよね。ああ、そっかそっか。っていう情報はあちこちから引っ張ってきて。食べてたんですけど、実際にそれが美味しく食べてたかっていうとそうでもなかったし、めんどくさいから作るっていうことは、わざわざ自分のために作るっていうのはないんですけど、選ぶ時にとりあえず、こっちかこっちかだったらこっちは健康って聞いたなっていうようなものを食べてたなと思って、そうか、もうそうなんですけど、自分の体なので、いやこうこういう足元からやらないとダメだなというか、そうですね、はい、ありがとうございます。ちょっと補足しておきますね。特に食べ物ね、食べ物もものなんですよね。私たちの、空間に取り入れるっていうか、体という空間に取り入れるものですよね。そのものってね、私たちはどういう関係を結んでるかというと、頭で取り入れてるの。どういうことかというと、これは一番いいの、体にいいから、体にいいから、栄養価が高いから、これこれにこんな、ね、作用があるからって頭で食べてる。でも本当は体で食べるもんだよね。食べ物、っていうか命丸ごとで食べるもんですね。で昔はね、昔は食べ物が圧倒的に少なかった時はね、胃袋で食べてた。お腹いっぱいならいいわけ、ね、そういう人類の長い歴史があるね。胃袋で食べてた。じゃあ胃袋の次は何で食べてたと思う？胃袋が満たされたとしたら、次に私たちは何で食べてたか。これ胃袋から進化するよ。味で食べてた。口で食べた。で、口でね、あ、美味しい、ね。DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録